庭の痛恨前編萩原朔太郎。西洋の風習ではその妻が夫と共に社交に入れ、多くの異性と舞踏をし、宴会の席上で酒を勧め、ピアノを弾き、歌を歌い、文学を論じ、時に生めかしき媚態を示して人々の注意と愛情を引こうと努める。しかるに東洋の風習はこれと全く違っている。我々の社会にあってはすべてそうした女の仕事が芸者と称する特殊な職業婦人に一任されてる。芸者などは全くその目的からのみ養成され、我々の宴会や社会における一切の事務を受け持っている。実に我々の日本人などは芸者なしに一の社交や宴会をもなし得ないのだ。なぜなら我々の妻たちは深くその家庭に押し込められ、純粋に母性としての訓育を受けてることから、全く社交上の才能を欠いでいるから。つまり言えば、我々は西洋人がその一人の女に課する二つの欲求、家庭における母性と社交における娼婦性とを初めから厳重に分離されて、家庭には妻を置き、社交界には芸者を置き、それぞれ別々の分業間から専門に教育してきたのである。東洋と西洋と、この二つの異なる風習において、我々はいずれの長所を選ぶだろうか。順理的に観察すれば、もちろん我々の国の風習ははるか西洋のものに勝っている。なぜなら一人の女について矛盾した二つの情操、かっこ母性型と娼婦型とを要求するのは、おおむね多くの場合においてその両方を共に失い、家庭の母性としても完全でなく、コケットとしても不満足であるところの不幸な物足りない結果になるから。かっこ西洋の多くの家庭がいかに例外なく不幸であるか、また多くの既婚者などがいかにこの点で嘆いているかを見よ。東洋の家庭は一般に西洋に比しずっとはるかに幸福である。我々の妻たちは昔から長い間、純粋に母性としてのみその家庭の中で生活していた。夫たちは妻に対して裁縫や育児や料理やなどの純一に母性としての仕事を求めた。彼らがもし享楽や宴会や社交などを欲するならば、いつでも公に芸者を呼び、別の種類の婦人に対して別の種目の奉仕を求めた。そして結果は、両方の場合において破綻なく満足であったのである。